生体書は、明治初期の政治大綱、統治機構について定めた、大条館の布告である。添島種臣と福岡皇帝が、アメリカ合衆国憲法及び、西洋事情等を参考に起草し、慶応四年売る四月二十一日に発布された。同年四月二十七日反布。慶応三年十二月九日、大政復古のクーデター、慶応四年一月三日から七日のとば。 不死身の戦い、4月11日の江戸会場などを経て、大雨、北越地方では、交戦が続いていたが、関東地方異政を、ほぼ掌握した新政府が、それまでの臨時政府的な三色体制に変えて新たな、完成を定めたものである。冒頭に五箇条の五正門を掲げて、これを政府の基本方針と位置づけ、国家権力を総括する、中央政府として、 大上官を置き、2名のスケミをその主犯とした。大上官の権力を、立法、行政、司法の3権に分け、それぞれを、立法の犠牲官、行政の行政、人儀、会計、軍務、外国の5官、司法の刑法官の合計7官が司る3、権分率の体制が取られたが、実際には、犠牲官に議定。 参与で構成する上坪根の実力者が行政各官の責任者を兼ねたり、警報官が行政官の監督下にあったりして、権力分立は不十分なものであった。地方は不判権の賛辞。母親戦争終結後の政治状況の変化に伴う若干の変更の後、明治2年7月8日に新たに発布された職員令によって、大上官は二官六小体制に改められた。 ありがとうございます。